沼津藩は、江戸時代の藩の一つ、駿河国寸東軍の沼津城を居城とした。沼津に、初めて本拠を置いた、近世大名は、相模小田原藩主、大久保相模守忠地下のおじにあたる自衛門忠助で、ある。忠助は、慶長6年2月、数佐茂原から2万国で、当時の三枚橋城に入るが、入宝から12年後の慶長18年に死去し、 着手の大久保忠金も同年に父に先立って死去していたため、むつぐ断絶で海域となった。そのため、大きな自責は残されていない。その後、沼津の地は、駿河府中藩が置かれた時はその領地となり、それ以外の時期は幕府領となり、城も破却された。沼津に、再び大名の本拠が置かれるのは、安永6年11月6日、水野では守れただともが、 三河大浜藩より二万国で天保してきたことによる。ただともは、教皇十年に、電中人情により過激となった品の松本藩主、水野隼都政ただつねのいとこであり、漢方二年にただつねの名跡を継いだ父、では守る忠国の後を継ぎ、明和五年に和夫により、大浜で一万三千国を領主して大名に、復帰していた。沼津天保後幕府の命により、 当地に築城したのである。なお、忠友は、天命元年9月18日に御千国を加蔵され、天命5年5月29日にも御千国を加蔵された。第二代藩主、水野忠明は、徳川家成時代に老中として、牽政を振るい、田沼を引つ継ぐ以上に賄賂を横行させる、賄賂政治を行った人物として有名である。なお、 忠明も文政4年11月11日に1万国の活動を受け、文政12年12月6日にも1万国の活動を受けた。忠明の死後、第3代藩主、水野忠義や第4代藩主、水野忠武らは、天保の改革を行った、水野忠国から家成派に対する粛清として、様々な不信を負担するという報復を受けた。第6代藩主、 水野忠宏は、井伊直介に同調して、側用人として幕末期に牽政を振るった。第七代藩主、水野中世は、砂漠派として活動したが、第八代藩主、水野忠孝は、慶応四年の某親戦争で新政府に、協力した。徳川家里が、寸府藩を立藩するのに伴い、明治元年7月に、政府の命により、数崎熊藩に違法され、 沼津藩は廃藩となり、跡地は寸譜藩領となった。沼津城、静岡県犬、松市大手町、不代二万国、慶長十八年、大久保寺衛門忠助不代二万国三万国五万国、慶応四年、水野では守る忠友。水野では守る忠明、水野では守る忠義。水野では守る忠武、水野では守る中領、水野では守る忠広、水野では守る中世。 水野では守る手だとか、ありがとうございます。